あれは、かなり計算をして、やっぱ即興的にはなかなか難しいものなので、どういう動きが重なるかということを、まあ、計算しながら、同じ画角で、カメラの高さ位置とかも計算しながら作っていったシーンですね。台本上だから点描って、その昼と夜が交差してみたいな、なんとなくで書いてはあるんですけど、具体的にタコさんウインナーが鍵になりとかまでは書いてないですね。多分それを藤井君も本の段階で構想はあったとしても文字に落とし込むことが難しいっていうのと、書いたところで多分うまく伝わらないだろうっていうので頭の中にあって交差するっていうことで、まあ絵でみんなにこう説明最終的にしようとしてたんだと思いますね。そうですね。だから俺も試写で見た時に、何ここめっちゃかっこいいじゃんってなって あれは嬉しかったですよ ね。